はいえー、ではこのビデオは先ほどの,あの、えー、と地図の値段を知ることができるという、えー、CDS、えー、まで勉強しましたけどあの教え方の留意点について、えー、お話ししてみたいと思います、えー、とまずです、ね、この部分の本当に CDS が一番大事なので CDS は、ねえー、地図の値段を知ることができるということですね、えー、ですから書けるようになる必要は全くありませんし 発音できるようになる必要もありません。その1500円とかそういう数字をですね。それからキーボードでそれを入力できる必要もありませんし、それから円とか似ている文っていう似ている別の漢字と区別ができるようになる必要もないわけですね。な、え、ん、ーまあ、でかというと、あの地図の表紙なんかに2500文とかね、書いてある可能性はほとんどないからです。 はい、えー。ではその次のちょっとトピックなんですけど、えー、今日の最後のトピックは行動中心アプローチの方がいいという理由ですね。で、まあ、これはですね、あの、えー、っと、あの、まあ、二つの教え方を比較すると、実際にその行動中心アプローチの方がですね、口頭でのやり取り能力は高かったという調査結果が出ています。で、それからあの、 最初にもご紹介した、えっ、ー、と、日本語、第二言語教育に第、第二言語習得について日本語教師が知っておくべきことっていう、そういう本の中にもこういうデータはたくさん書いてあります。はい、これもですね、リンクを開いてみたら実際にこの研究論文の本文を見ることができます。はい、それから、あの、行動中心アプローチに関するよくある誤解についてもちょっと説明しておきたいんですけど、えー この行動中心アプローチでは文法は教えないのかっていうことですね。で、これはちょっと誤解です。えー、行動中心アプローチでもあの文法はもちろん教えます。ただし、えー、授業の目的は文法を教えることではないですね。はいえー、文系シラバスとはここがとてもあの根本的に違うところです、えーで。今回のその地図を購入する、地図を買う行動の場合は、まあ、文法がほとんど必要ないわけですね。 で、そういうふうに、あの、その行動に文法が必要なければ、文法は、あの、教えないときもあります。えー、それからですね、その、あの、文法を教えるときも、その一つの行動に、えー、限定して教えるんですね。だから、その行動に関係ない使い、あの、使い方とか関係ない例文は教えないですね。で、例えば、条件のとっていうのを教えるときに、えー 二つぐらいのあの場面をよく使うと思います。最初は右に曲がると郵便局がありますっていうような道案内の例ですよね。はい、道案内の例。あともう一つはこのボタンを押すと電気がつきますっていうようなですね、機械の使い方の操作の例。こういう二つのことを教えることが多いんですけど、でも行動中心アプローチでは 機械の使い方を他の人に説明するっていうね、そういう、あの、行動の、あの、授業では、道案内の方は、それ全然違う行動ですから、その、あの、道案内の例文は、教えてはいけません。教えない方がいいです。教えなくてもいいじゃなくて、教えちゃいけない。そういうふうに思った方がいいと思いますね。で、こういうことは、本当によくある誤解で、えー、ちょっとですね、あの、僕も別に、あの、独立した動画を作って話していることがあるので、興味のある人は、この、 えー、動画を見てください。10分ぐらいありますね。はい。えっ、ー、と、それでは、あの、最後に来週までの課題なんですけど、えー、来週までの課題はありません。はい。えー、皆さんおめでとうございます。はい。<laughs> えー、というのは、まあ、理由があってですね。で、今回はその文字を読む CDS に関する授業の例をご紹介したわけですけど、あの、皆さんはとてもいろんな CDS を作っていて、中には、あの、 文字を全然使わない CDS の人もいらっしゃいますよね。会話が中心の人。まあ、そういう、まあ、それで来週はその会話の授業のご紹介をしますので、今週と来週の2週間で一つの課題としてみたいと思います。はい。で、まあ、来週の、あの、まあ、再来週ですね。その会話の授業が終わったら、こういう、あの、課題を出したいと思っておりますので、まあ、今週はゆっくり休んでいただきたいと思います。 はい。それでは、あの、あ最後に第二言語習得の、あの、えー、参考文献としては、最初にもご紹介しましたけど、こういうものがあります。はい。それでは今週のビデオはここまでになります。はい。フィルム連携。